熊本朝日放送株式会社は熊本県を放送対象地域としてテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称はコップコールサインは女ジ,ジ DTV でアン系列に属するテレビ局である。いわゆる平成新局のトップバッターの一つとして熊本県では4番目にできた民放テレビ局。以後、 平成期に開局したテレビ朝日系列の新曲は、朝日放送の社名で開局している。九州のテレビ朝日系列では、九州朝日放送、鹿児島放送に次いで3番目に開局したつぼねである。キャラクターに、KB を2004年以降採用している。曲のキャッチコピーは、ルックだが、開局25周年を迎えた2014年4月からは、5525スコップとなっている。 送信書、中継局の大半は日本テレビ系列の熊本県民テレビと共同使用している。かつて本社があった熊本テクノプラザ1984年11月16日に熊本に民間テレビ局第4波が長野県第4波と同時に割り当てられ、その直後に国が民放テレビ全国4波化を打ち出した。テレビ朝日側は当初、 ネット局は増やさない方針であったが、一流の放送局となるには全国をカバーする必要があると一点方針に乗ることとなった。第4波に対しては482件の事業申請があった。1986年9月29日より県が調整会議を進め、2年後の1988年10月5日に最終調整が完了し、同年11月15日に、 予備免許交付、12月15日に創立総会の開催となった。ホップがテレビ朝日系列となるのは、熊本の民放第3局が日本テレビ系列であったことや、特がテレビ朝日系、クロスネット局であったものの富士テレビ系を主体としていたことから、当然のなりゆきでもあった。社名に朝日が含まれているのは、熊本でわかるようにとの朝日新聞サイドからの強い。 要望によるものである。熊本テクノプラザ内の社屋は1989年7月15日に、竣工8月15日に試験電波を発射し、9月22日に免許交付。9月23日より、サービス放送を開始し、10月1日、いわゆる平成新局として、そして人口二百万人以下の県で、最初の民放第四局目の放送局として、 開局した。社屋移転については1995年より20カ所以上の候補地の選定を進め、日本木の熊本鉄道病院跡地に決定された。設計は日建設計、施向は戸田建設。2004年3月6日から2005年5月31日の後期で建設を進め、2005年6月より移転作業を進めた。 そして2005年10月1日に新社屋からの本放送を開始した。同時に地上デジタル放送に対応したマスターも稼働しており、新社屋移転はコップ第2の開局となった。地上デジタル放送の開始にあたって最大の問題となったのは有明海に面する4意見の電波の渾身いわゆる有明問題であった。 デジタル放送のためのチャンネル確保の作業、穴穴変換は難航し、コップが設置している中継局全69局のうち49局が対象となった。シンボルマーク選定方法は、数通りのデザイン案を一般に公表し、県民の支持が一番多かったものに決定した。それが、今のマークである、朝日をイメージしたマークで、現在でも使用されているが、 2005年に社屋が移転した頃からマスコットキャラクターの KBE にとって変わられ使用される機会はめっきり減っている。ただし2016年の熊本地震直後の一時はホームページで表示される機会があった。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出典 1992年3月31日2003年3月31日放送局中継局バブル期に開局した平成新局ではあるがアナログ放送時代は中継局数は69局と UHF 局として県内最先発のテレビ熊本より若干少ないもののこの壺より7年先に開局した熊本県民テレビと同数の中継局を保有していたなど 以下のケーブルテレビでは、熊本朝日放送の区域外再放送が行われている。は、ケーブルメディア YY によるサービス提供という形で、区域外再放送を実施している。制作局の表記のないものはテレビ朝日制作。制作局の表記のないものはテレビ東京制作。 ほかほか今でこそ深夜番組も積極的に放映しているが、1990年代末までは、キー局制作の深夜番組はほとんどネットしないか、かなり遅れて、土曜、日曜の昼間に放送するなど、消極的であった。しかし、2004年に角垣一夫が社長に就任してからは、深夜番組や九州多系列局があまり放映しない番組を積極的に、 防衛するようになった以上のように編成を大幅に変更したこと、及び掲示板を設けて視聴者の意見を取り入れる、姿勢を示していることなど、曲全体のイメージアップ戦略も、こう奏しており、さらにテレビ朝日の視聴率も近年は、好調なこともあって、2005年10月期では、熊本地区において、ゴールデンの視聴率で初めてトップに立った。全日でも、 県内民放で2位に肉白する勢いであった。そして2007年12月期では、全日、ゴールデンタイム、プライムタイム、深夜のすべてで、視聴率がコップ開局以来熊本県内民放で初の1位となった。また、角垣逸夫社長2008年新年のご挨拶によると、テレビ朝日系列局の中でも、2007年12月期に4冠を達成したのは、 コップのみである。日本民間放送年間によると、2005年の営業収入は、昭和末期開局組である鹿児島放送を預かながら上回り、九州のテレビ朝日系で2位の位置につけるまでになっている。一方で、熊本の情報が流れることは滅多にないにもかかわらず、九州朝日放送のブロックネット番組は、そのほとんどをネット受けしている。そして、 スポンサーの都合からか、コップでは、現在、世界の車窓から、を放映していない。2006年6月に、韓国、大田 MBC の姉妹局になってから以降、韓国ドラマや、台湾ドラマを毎週土曜日の午前中や深夜帯に、放送している。深夜アニメは、テレビ朝日系列のアニメが放送されることは、滅多になく、テレビ、東京系列、UHF アニメが、 稀に放送される程度である。コップのアナウンサーは全員が報道記者も兼任しており、ニュースの取材、原稿作成、映像編集の指示なども自ら行う。そのためか、ニュース等の報道経営以外の自社制作番組でのアナウンサーの出演は少なく、司会やリポーター等の番組出演者に地元のローカルタレントやフリーアナウンサーを多数起用している。一例として、 2016年の全国高等学校野球選手権熊本大会中継では林正宏が実況で出演している。男性女性コップが過去に採用したキャッチフレーズは以下の通り、ありがとうございます。